さあ、僕のコメントが1周目に乗ってるか。3、2、1。ゴゾロップに染み渡る OHK。 ただいま5月19日16時10分です。おはようございます、こんにちは、こんばんは。ピン芸人の大野孝弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いしますね。今日はね、斬新な1日がかりの企画に挑戦してみたいと思いますね。まずね、ヤフーコメントって皆さん知ってますか？ヤフーコメントね。まあね、あのヤフーのね、ニュース記事があるんです、ネットにね、ヤフーニュースがあるんですけども、それにコメントができるっていうシステムね。まあ例えばその記事にね、私はこう思う、こうバーって書いてね、それ書いたのをいいね、まあグッド、バッドね、これがもらえる、高評価、低評価って、感じでね、まあ評価されるというか、みんなにね、まあ自分の意見、コメントを聞いてもらうっていうシステムなんですね。それでね、一番グッドが多いね、人が一番最初に出てくるんですよ。うん、まあ例えばね、こんな感じです。コメントにこうやって出てくるんですよね、一番上にね。まあこれの一番最初に出てくる人が一番グッドをもらってるんです。今回はね、それを目指そうと、一番最初に出てくるコメントを僕が目指そうという企画をやりたいと思いますね。まあ今からコメントするんで、明日ね、5月20ですね。5月20の、まあ、夜にその結果を見てみたいと思いますね。じゃあ今回ね、コメントするヤフーニュースこちらです。ダルビッシュ、27日からのパイレーツ3連戦に復帰照準。はい、これですよ、このニュース。今15時37分配信って書いてありますから、さっき配信されたばっかりです。これにコメントしてナンバーワン狙いたいと思います。いきますよ。まあこの記事がね、ダルビッシュ投手の、復帰に向けて、27日からっていうのも来週ですか、来週に復帰できるんじゃないか、そういう記事なんですよ。だからね、やっぱり期待を持たせるようなコメントしないといけない。考えよう、決めました。このね、記事に対して僕はこういうコメントをします。こちら、ダルビッシュ投手は日本の宝、急がず焦らずじっくり段階を踏んでいってほしい。まあほんとすげえ、もうほんと真剣に考えましたね。ダルビッシュ投手は日本の宝なんだと、急がずね、焦らず、復帰をね、急がず焦らずじっくりと段階を踏んでいってほしい、ゆっくりいってほしい、そういうコメントをしましたね。あ、今から投稿します。はい、投稿しました。ダルビッシュ投手は日本の宝、急がず焦らずじっくり段階を踏んでいってほしい。はい、投稿しました。まだこのニュースの記事がね、配信されて40分しか経ってないんで、まだコメントが4つしかないんですよね。で、今のところ僕一番下にいます。はい、見てください。ダルビッシュ投手は日本の宝、急がず焦らずじっくり段階を踏んでいってほしいね。一番下ですね。明日のね、夜、ぜひともナンバーワンを取って、俺の共感力、みんなとの共感力を示したいと思う。いくぜ、ナンバーワン取る。はい、ということで、今5月20日の、20時20分ね、5月20日の20時20分です。もう夜ですね。昨日から1日経ちました。さあ、あのヤフーニュースに、コメントしたあれどうなってるか、ナンバーワンになってるか見てみたいと思います。いきます。こちらですね、まず、こちらね、ダルビッシュ、27日からのパイレーツ3連戦に復帰招集、これでしたね。さあ見てみましょう。
てる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 、まだかな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 、おーたったった、え7って書いてあります。7件しか来てないってことかな。あらららら、まあでも行きましょう。昨日は4件でも7件です。さあ僕のコメントが1周目に乗ってるか。3、2、1、でー乗ってない。乗ってない。あー残念残念。ちょっとじゃあ2番目はどう。2番目、乗ってない。3番目乗ってない。残念。ちなみに僕は何番目にいるのかちょっと見てみましょうかね。こちらご覧ください。いきますよ。2、3、3番目にもない。さあ4は4、どうだ、4番目か。いや違う5番目か。違うどうした。あ出た、出ました、いた、いましたよ。さあどうだ。ダルビッシュ投手は日本の宝、急がず焦らずじっくり段階踏んでいってほしい。高評価16、低評価3、中途半端中途半端です。ちょっと本当に楽しみにしてたんですけども、まさか、うわ非常に残念です。はい、こんな、なんか中途半端な結果になると思いませんでした。もうそれだったらもっと低評価が来てもいいんじゃよかった。うん、こんな感じだったらもっと低評価が来た方が面白かった。まあね、今回は失敗しましたけども、また次回ちょっと挑戦してみたいなって。今度はもっと大きい記事、100件ぐらいコメントが来る記事に、コメントして、ぜひナンバーワン取りたいと思います。今回は、非常に中途半端な結果に終わってしまいました。申し訳ございませんでした。ありがたいぜ、ありがたいぜ、これってありがたいぜ。